積み落とし。 肩車。 積み落とし。 大車。 巴投げ。 次は本部七段です。 今度は寝技の稽古に入ります。 立ち技、寝技を問わず、 相手の出てくるのに対し安全に身を移さなければなりません。 このような自由な身体の運びを変と言います。 そして変じると同時に、 自然相手にできた突きをすかさず突いて技を出すことを応と言います。 変王は2つのものでなく、両者一体のものであります。 十段は講道館の歓迎子と初中稽古、今日まで54年間解禁しております。三船十段の掛かり稽古です。 十段は講道館で毎日稽古を続けていますが、時には各地にも招かれて大勢の人たちを指導しています。払い腰が決まりました。 送り足払い。跳ね腰。次はグリエル三段です。 34巻のこのフランスの青年は、日本に来て柔道修行に懸命です。大車。
積み落とし。ターマー四段はイギリス人で、昭和26年以来柔道の修行のため日本に滞在しています。膝車。また鮮やかな膝車です。佐久本四段は6尺4寸で29貫、三船十段は体重13貫です。肩車。積み落とし。大車。巴投げ。次は本部七段です。今度は寝技の稽古に入ります。立ち技寝技を問わず、相手の出てくるのに対し安全に身を移さなければなりません。このような自由な身体の運びを変と言います。そして変じると同時に、自然相手にできた突きをすかさず突いて技を出すことを応と言います。変応は二つのものでなく両者一体のものであります。十段は講道館の寒稽古と初中稽古を今日まで54年間解禁しております。